モノポリー世界選手権とは、ハズブロが主催するモノポリーの世界選手権大会である。1973年に第一回大会がアメリカで開催され、1975年の第三回大会からアメリカと欧州以外の国が参加している。第八回大会から第十二回大会までは4年おきに開催されていたが、第十三回大会は前回大会から5年後、 第14回大会は、前回大会から6年後となっている。各国の代表決定戦で決定した代表らと、ディフェンディングチャンピオンによって競われる。大会では、英語が公用語として用いられ、非英語圏の代表には通訳がつく。2015年の大会では各テーブル4人による予選を3ゲーム行い、獲得ポイント上位16名が準決勝に進出。 準決勝の勝者4名が決勝に進出。第4回から優勝者に賞金が送られるようになり、第7回からはモノポリーのセットの中にある紙幣の総額と同じ額の現金15,140ドルとなった。第13回からは前年に発売されたセットの紙幣の総額が2580ドルに増えたため、賞金も合わせて増額された。 スピードダイススピードダイスは2008年からアメリカで発売されたモノポリーに導入された時間短縮用のオプションルールで通常のサイコロとは別に3個目のスピードダイスと呼ばれる赤いサイコロを使う。スピードダイスには1、2、3の目に加えミスターモノポリーの絵柄が2面、バスの絵柄が1面ある。配置は1の裏が2、1の右隣に3がありその裏がバス。 残りの2面がミスターモノポリーである。1周目はサイコロ2つを振るが、2周目からサイコロ2つに加え、スピードダイス1個も同時に振らなければならない。ミスターモノポリーが出た場合はまず残り2つのサイコロの出目の数で移動し、なおかつまだ購入されていないマスで最も近いところに進み、購入か競売を選ぶ。ただし、すべてのマスが売り切れている場合、 現在自分の駒のあるマスから最も近いだの、プレイヤーのレンタル料を支払うマスに進み、レンタル料を支払う。バスが出た場合は2つのサイコロの出目のうち、サイコロ2つの合計の数以外に片方のみの出目を選ぶこともできる。例えば、1、2とバスが出ると、1プラス2イコール3以外に、1、または2をプレイヤーが選ぶことができる。 サイコロ2個とスピードダイス1個のすべてが同じ数字の場合は、ボード上の任意の場所に進める。サイコロ2個とスピードダイス1個のすべてのデメが数字で、あるが、すべてが同じものでない場合、3個の合計の数で移動する。なお、スピードダイスはこれまで日本で発売されている、モノポリーには入っておらず、日本選手権でも使われていない。ありがとうございます。